皆さんこんにちは、 JRP テレビジョンです。今回のテーマはニューワールドオーダーという視点から見たウクライナ戦争ということでお話をしていきたいかなと思います。で、一応その今回の戦争っていうのは、まあ、ウクライナ対ロシアみたいな捉え方で見られがちなんですけれども、実際にはその、まあ、アメリカが、まあ、関与していることは間違いない事実で、終わらせないために、まあ、ずっとこう、まあ、戦費を提供し続けるわけですね。で、まあ、もちろん借金になるんじゃないかと思うんですけれども、そうやって戦争を終わらせないことによって新しい、まあ、世界を作ろうとしている実はこのニューワールドオーダーの中の一つの一環じゃないかと、ということで私は、まあ、ウクライナをめぐる、まあ、ロシアとまあ、アメリカあるいはその背後にあるディープステートっていうような戦いなんじゃないかなというふうに見ているんですけれども、その、まあ、こういうことの流れの中でそのニューワールドオーダーの一つがクリアしたという、まあ、意見があるわけですよ。で、それはどういうことかっていうと結構、まあ、ロシアとドイツが仲良かったと。で、そのヨーロッパの大国っていうとイギリス、フランスもあるんですけど、ドイツもまあ結構力を持っているわけですよ。で、そこのドイツが結構エネルギー資源をめぐってロシアからの、まあ、石油とか天然ガスとか頼りにしてたわけですね。で、それでその、まあ、クリーンエネルギーにヨーロッパの国々ってことごとく失敗してるんで、そこから化石燃料とかそういう、まあ、過去の時代のエネルギーに頼らないと電気代がもう高騰して庶民の生活を守ることができないという状態まで行ってたんで、仲良くやってたんですけれども、結構まあ、ドイツに突きつけるものとかあったりとか、あと、まあ、ロシアの外相がヒトラーにはユダヤ人の血が混じってると。で、この意外とね、このドイツ人っていうのは思ってるほどヒトラー嫌いじゃないんですよ。だから日本人が天皇そんな嫌いじゃないのと同じように、ヒトラーっていうのは、私もドイツ人のハーフのね、日本人とドイツ人のハーフの知り合いがいたんで、いろいろ話聞いた時に、おばあちゃんは、まあ、ドイツに住んでるんだけど、ヒトラーのことは絶対悪く言わないとっていうことを言ってて、そのドイツの人から見ると、そのヒトラーが第一大戦のね、巨額な借金をなんかチャラにしようとして頑張ってくれた人で、ドイツ人のために戦ってくれたというような見方をする人たちもいるわけですよ。で、まあ、その、自分の知り合いは決してこう、まあ、ナチスばった人では全くなくて、頭もすごく優秀で性格もなんか温厚で、一流大学に入って、若い時にも割とすぐにこう大学の講師かなんかになった人で、もう今もっと出世してるんじゃないかなと思うんですけど、なんか慶応かなんかで教えてるみたいなね、人で優秀なんですけれど、なんかその、まあ、あるがままに見るということで、だからそのヒトラーということが世界の人から否定されてるっていうのが分かっていたとしても、みんなそうじゃないんだよというのがあるから、そこでユダヤ人の血が入っているということを言うことによって、何を意味しているのかはちょっといろんな理由があって、ロシアにとって反ユダヤというような歴史がスターリンの頃からずっと綿々と続いているんだとは思うんですけれども、ちょっとそういう発言とかもあって不穏な空気がね、ちょっと流れているんじゃないかと。だからなんかそこのところが一つのヨーロッパとロシアの関係性を切ることによって、もう一度西側諸国の方に勝ち取っていくということを突きつけていって、成功しているというふうに、本当に成功しているかどうかは別としてね、見る人たちもいるわけですよ。で、ちょっとその辺のところはいろんな見方の一環として語ったんですけれども、総裁とかもっと歴史に詳しいので、この辺の、ドイツとロシアって実は第二次大戦の時に戦争してたわけですよね。で、その後、どういう経緯かわからないですけど、割とうまくやってこれた経緯とかその辺はご存知ですか？
まあね、ドイツというのはヨーロッパとは、まあ基本的には合わないと、ロシア人とは戦いをしたくないというのはやっぱり英国もフランスもドイツも共通していると思うんです。だから第一次世界大戦、第二次世界大戦はドイツがやっぱりね敵になるわけで、ロシアはその党と時はドイツを攻撃する同盟を持ちしたわけだから、アメリカ、イギリス、ね、フランス、ロシアは、スターリンは、だからスターリン、だからチャーチル、ルーズベルト、対ヒトラーでしょ、で、いい勝負はしてたわけだから、いい勝負は。だからやっぱりマンハッタン計画、核を使うでヒトラーはちょっと遅れを取った、それが勝負を決した原因だと思うけど、その時にすでにもそのマンハッタン計画の、その進む状況をスターリンは全部アメリカと同レベルで受け取ってるわけです。だからやっぱり抑止力になるのはね、核がやっぱり第二次世界大戦でも、だからいずれにしてもドイツ、ロシアも敵対関係が、でロシアは常に、ヨーロッパ連合できた後は、やはり東西の冷戦ですから、敵側、今日においても敵側と、しかしそれは世界政府、国際金融資本、軍産複合体においてはまた捉え方は別で、軍産複合体のいわゆる武器を売るためには、東西の対決というものが絶対必要だった、だから戦争を作る原因はやっぱり資本主義対共産主義、ね、だから社会共産主義陣営というのは常に置いといて、トラブルは常に戦争のマッチメイクするときには簡単にできたわけだから、これが軍事産業の成長になったわけでしょう。だからロシアと何は軍産複合体、国際金融資本はヘンリー・キッシンジャーとプーチンはもう握ってたわけ裏で、ね、だからヘンリー・キッシンジャーがニクソン政権の時にロシアを訪問してブレジネフとベトナム戦争については終わらそうじゃないかと、俺たちはベトナムから引き上げるよと言って、サイゴンとアメリカの同盟を簡単にヘンリー・キッシンジャーは裏切って見捨てて、まあ売り飛ばしたわけだ、ロシア側に。それがベトナム戦争の終結になったわけですよ。そういう意味からしてですね、ヘンリー・キッシンジャーが初めてプーチンに会ったのはサンペトルブルグへヘンリー・キッシンジャーがアメリカ企業の顧問としていたわけです、その時そのソ連が崩壊した後ですね、プーチンはドイツから KGB からサンペトルブルグの市長の副市長的存在におったわけ、で市長から空港へキッシンジャーを迎えに行けと行った時に、やはり空港で出て車でホテル行く間に、ゴルバチョフについていろいろ話して、ゴルバチョフがソ連を潰したと、ゴルバチョフが CIA の誘いに乗って、ペレストロイカとか、それから技術革新とか、民主主義制度とか、そういうものを一部導入して、これからそういう民主主義で行こうとしたわけですね。
でそれはプーチンもそれをキッシンジャーと、これはドイツ意見で組んじゃったわけです。あ、それ以来プーチン、キッシンジャーはホットラインになった、毎日連絡取り合う間柄になる、東西冷戦でもありながら、それで、プーチンがエリツィンの後大統領になる、その前の首相になったわけ、これもやっぱり軍産を送ってアメリカの大資本、金融資本は応援してるわけだ、だから表に出てくるアメリカと対決するプーチンと、キッシンジャーと裏で連絡を取り合うプーチンと、でキッシンジャーはニューワールドオーダー推進 の、ね、ワールドエコノミーフォーラムでしょ、これをまま作り上げて今のコラウスと一緒にやってたわけだから、世界政府事実を、その中にプーチンはユーラシア担当でノミネートされてます。なるほど、ね、だからまあいろんなね、その裏と表ではね、逆のことが行われてる場合は、ただ今なぜウクライナにこういう争いを始めたか、キッシンジャーの影響力が以前のように強いときはこれは起こり得なかったことだった。あ、なるほど。だからキッシンジャーがもう98か、そうですね、まあ、かなり衰えてるんじゃないかと私は思う、キッシンジャーとの連絡では解決できない状態になって、で CIA がロシアの、いわゆる世界政府だね、CIA はアメリカ政府の下で、世界政府の一つの情報機関とも思った方がいいわけです。イルミナティの情報機関である、だからそれがやはり今そのロシアの、まあ、金とかダイヤモンドとかね、石油とかガスとか、まあ、あらゆる資源がウラル山脈にものすごい量、まあ、まだ宝の山なんですよ、ここは。だからこのラインはカスピ海からイランから、サウジアラビアから、このラインにいわゆる金のなる資源がつながってるわけ、だからこれがアゼルバイジャンから全部カザフスタンから、貿易はロシアであり、ウラル山脈でありシベリアまで行くわけ、でここにものすごい、まあ、世界の富が潜伏しているわけ、山の中に。これをロシアを解体して、プーチンを失脚させて、そしてロシアをバラバラにして取り上げようと、ロシアの国をバラバラにする、それは一回 CIA は経験して、 MI6 モサド、CIA によってソ連を解体したわけです。だからエストニア、ラトビア、リトアニア、カラベラ、ルーシー、ウクライナ、ね、こっちはポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、全部ルーマニア、ブルガリア、東ドイツ、ワルシャワ条約機構を解体したでしょ、これ6ヶ月で、まあその前の工作があるけど、かなりの工作で買収したやつらが民主化で全部独立した、それが今の NATO 拡大になる。プーチンはこういうことみんな知ってるから、ゴルバチョフの失敗を、これはゴルバチョフの失敗を作ったのはヘンリー・キッシンジャー、ゴルバチョフはバカだということをキッシンジャーとプーチンは裏では話し合いしてんだ、その同じ手は今度はプーチンは経験したわけ、今回、ウクライナに誘い込まれた間に、プーチン失脚、またはクーデター、プーチン側近の FSB、それから外務省も含めて、軍部も含めて、プーチンを失脚誘うという買収された、売国とか裏切り者が、ウクライナ侵攻後にプーチンは気づいたわけ、だからオリガルフも含めて、ものすごい粛清人事やって、FSB 5局の、セルゲイ、この局長以下150人を逮捕してるわ
いですね。ね、ウクライナにいたと、まあ、そういうことを、まあ、やってるから、まあ、これ気づく戦争をやってる間気づかなければ、もうロシア解体で、いわゆる世界政府側がロシアを完全にもバラバラにしてしまって、中国だけが孤立するというところへ追い込もうとしてたんじゃないかとは思う。なるほど、なんか でも結構戦局は変わってきた感じで、なんかいろいろ言われててもまだ踏ん張ってますよね、本当にロシアは。ロシアね、有利ですよ。だから経済制裁なんかは全く答えてないし、やっぱり中国と、インドと、ブラジル、南アフリカ、まあ、ブリックス体制と、それから一応オリガルヒという新興財閥、これユダヤマフィアですよ、ね。ウクライナに国籍があり、イスラエルにも国籍持ってるから、経済活動は彼らは未だに自由にできるんです。なるほど。イスラエル経由で、でオリガルヒは中国とも貿易ができるし、インドともできる。そのブリックス以外の45カ国から50カ国ぐらいだね、もう、ロシアをサポートしてる。なるほど。だから完全に経済制裁で追い詰められたロシアというのと、逆にブリックス体制の応援を得て、まだ十分余力を持つロシアという見方が2つあると。で、私はブリックスの大同団結によるロシアサポートの力、で軍事力においてもロシアはもう在庫弾薬の在庫がないとか、兵隊の数も足らんとか、ショイグ国防大臣は3週間前に毒殺されかけたと言ってる朝中に、北京と平壌行って弾薬を送れと、北朝鮮名義で今コンテナでウラジオストクからウクライナまでシベリア鉄道でボンボン運んでるわけ。なるほど、ね。だから北朝鮮は、国は小さいけども、先軍政治で、金正恩はちょっと頭が緩いから、判断が鈍いだろうけど、金与正恩はものすごいはっきりしてるから、やるって言ったら核でも打ち込むぐらいの女だから、プーチンから言われたらすぐに送った。なるほど。兵隊も6万人送りました。もうすごいですね、だからそういうことは報道しないから、一般の人は分からないから。そうですね、プーチン孤立プリティブと、ただプーチンがもう腹が立ったのは、ニューヨークのモスクワ、これが沈没した。僕はもう間違いなく沈没したでしょ、しましたね。これに日露戦争の日本海海戦以来、バルチック艦隊以来、120年ぶりに機関が沈没したわけ。これは裏切り者が多くから、軍部に、海軍に、その中に紛れ込んだテロが、ね、火をつけている。弾薬を爆破されたわけです。なるほど。あれは今最近ウクライナ側のミサイルで沈没したと言い出してるけど、それはそうじゃないとは思う。だから軍部が乱れてると言って、軍部の粛清人事で、この間ショイグ国防大臣は、もう軍部来て対談できなかったんです、お前はいつでも用済みだと、首輝きするぞと、殺すぞと、かなり脅かされた、ビクビクした背広姿でね、プーチンをこうもう飲み込まれるような蛇とカエルみたいな対談を見せとったでしょ。裏切り者はこういう態度になるんだぞということを一罰百回で見せつけたんだよ、ものすごい怒ってますよ、プーチンは。そこへ岸田が、我々は徹底的にゼレンスキーを応援します。ちょっとね、何言ってるんでしょうかね。ロシアの戦争犯罪は追及するってね、
日本が言える立場だという。そうなんですよ、ね、隣国と。だからすぐ ICBM を北海道に打ち込まれた、だからいつ上陸してくるかもわからんね。類乱の危機を今日本ははらんでる、ほらいつ上陸されても不思議じゃないぐらい、日本政府の発言というのは無神経です。無神経で、なんか状況を、まあ、戦争状態だという状況